ローホイッスルやキーなしアイリッシュフルートなど管楽器に使用できる補助キーをご紹介します。この補助キーは指穴に指が届かない際に指穴を押さえやすくするためのキーです。補助キーにはストレート型とミッキー型の2つの形があります。そして長さには長いものと短いものがありますので合計4種類があります。まず長さの選び方ですが、ローホイッスル D 管の場合に6番目の指穴と5番目の指穴の間隔が3センチ未満の場合は短いものを選んでください。そして3センチ以上の場合は長いものを選ぶことができます。例えばこのイニシアローホイッスルには短いものをこのように使うことで本来の指穴の位置よりも近い位置で指穴を閉じることができますが、長いキーを使ってしまうと5番目の指穴にキーが干渉してしまってキーを押さえることができなくなります。一方で MK ホイッスルのバス C 管の場合は5番目の指穴と6番目の指穴の間隔が5センチほどありますので長い方のキーを使用することができます。続いて2つの形の選び方についてお話をします。このミッキー型のキーはキーを本来ある位置よりも自分に近い位置で閉じることができるようになる、つまり指穴をオフセットにすることができるデザインです。左右対称形となっていますので6番目の指穴あるいは1番目の指穴どちらにも使うことができます。しかし指穴の位置がまっすぐでないと押さえにくいという方はストレート型のキーを利用してください。最後にキーのはめ方についてお話をします。この補助キーはここの部分が薄いため壊れやすくなっていますから、このようにリングの部分を持って上からこのようにはめてください。外す際もこの細い部分を持たずにリングの部分を持ってこのように引き離してください。また一度はめたキーの位置を調整する場合はこのリングの部分を持って回転させたり上や下に動かすことができます。この際もこのキーの部分を持って動かさないようにお気をつけください。本来の指輪の位置はここですが、ここで押さえることができます。また1番目の指穴にも使うことができます。このようにすることで上と下の指穴の位置を寄せることができます。またスライドやタップといったアイルランド音楽で使われる装飾音もこのキーを使って実現することができます。